雪ぶやさん、アルマジロさん、こんにちは。こんにちは。今回は雪ぶやがオパスさんに物申したいことがあると言われたので物申されたいと思います。はい、いいんですか、そんな場をいただいちゃって。たまにはね、俺が物申される側は珍しいですから、うん、そうね、オパスさんにボコボコにされてるから。物申すのにわざわざ仲間連れてくるなんて、なんでそんな女さんみたいなムーブしてんだ、ゆきぶや。いや、事務所の大先輩に一人でぶつかるのちょっと怖いじゃないですか。全然援護射撃するんで、私。ねえ、マジちゃん、今日タッグだもんね。あ、アルマジロも敵なんだ。内容によっては覆るかもしれない。ゆきぶや寄りの裁判長ってことね。そうやな。あ、いや、それぐらいがちょうどいいハンデでしょ。じゃあいいですか、考えてきたの言っていいですか、これ。はい、はい、あ、一言言いますけど、人を撃つときは自分が撃たれる覚悟あるってことでよろしいですよね。ないです。丸腰。それは聞いてないです。俺に向かって攻撃するんだったら、俺から全力で撃ち返される覚悟があって企画を用意してるんですよね。それはちょっと、じゃあどうしよう。いける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 。裁判長いけますか。いけるいけるいける。何暴露されてもいいんだな。おー、そうか、いけいけ。2年前？お前が他の実況者と寝てた頃か？寝てたよ。え？信じるやつおったらどうするんや。2年前に多分初めてオパイさんが私の生放送に遊びに来てくれて、そのまま配信に入ってきてくれたんですよね。はいはいはい。で、配信上でね、配信上でね、女性活動者とはっていうね、お話をオパイさんから言われたんですけど、はいはいはい、要は講釈耐えられたんですけど、はいはい、内容が本当にひどかったの。本当に。私のチャンネルの配信ね、しかも一言言っていいですか、あなたの配信に行ったことすら覚えてません。本当無責任。爆弾効果してたからね、この人。裁判長、これ虚言じゃないですか。俺記憶ないですよ。まあまあ、一旦聞きましょうか。言った内容が、女活動者は時間が経ったら全員おっぱい出すって言ったんですよ。ただの事実じゃないですか。違うんですよ、違うんですよ。で、2年後どうせユキブヤもサムネとかでおっぱい出したいんじゃないのみたいな話をサボ当然のようにされたんですよ。覚えてますか。思い出してください。いや、全然記憶にないですけど、俺がいかにも言いそうですね、はい。で、まあ、今の私を見ていただきたいと。出してますか、谷間。出せねえだけだろ。ねえんだろお前。おい、谷間ねえの俺のせいにすんじゃねえぞお前。なんだ、手術台出してほしいのかお前。おい、物理的にないんですもんね、ゆきぶやさんはね。ないもんは映せねえよな。そうですよね。まあ、私はどっちみち出せないんですけど、そういう活動だけじゃないじゃんっていう。台湾ちゃんどうですか。極刑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 。死刑を求めてる。谷はないのは事実なので、はい、まあ、あったら実際どうなるのかはちょっと、はい、シワすらなかったです、俺確認しましたけど。あ、そうですね、まな板かと思いました、本当に。まあ、おっぱいあったらそれが通じると思うんですけど、まあ、今ないのでね、ちょっと判断。ないか、これもう2対1でないって言われたら、私もうないキャラだからね、これ。じゃあ裁判長、はい、俺からちょっと告発があるのですが、はいはいはい、今ですね、ゆきぶやさん、2年前と変わらず健全に活動していますと、はい、今口が滑りました、この女。ああ、おっしゃってましたね。そんなこの女性はですね、ゲームの魅力で実況してるだけですみたいな面してますが、懺悔たちとのコラボ動画で、はい、胸のカップ数を公開し、男性リスナー受けを狙った動画を上げ、はい、広告収益を稼いでいました。昔のゆきぶやだったら、ごめんだけど私はそういうの答えないんだよねみたいな空気を出してました。この2年でこの女はカップ数を出したりとか、そういう下品な動画を上げるようになりました。はいはいはい、下品じゃなくない、胸は別に。サイズは身長体重答えるのと同じノリじゃないですか。意識改革の問題ですね。じゃあ体重答えてください。え、なんでなんでカップ数言えば体重は言えないんですか。体重のはちょっとセンシティブですよね。じゃあそういうのはちょっとそういう感じで表現するからそういう風に聞こえるのであって、身体測定の範囲内ですよ。じゃあカップ数が可能だったら乳輪の色とかも可能だったりするんですか。それはダメかもしれないね。焦げ茶色でした。いやー、なるほど。タピオカくらいって感じなんですかね。誰にも見してねえんだよこっち。どちらかというとレーズンって感じ。やめろ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 。昔はおそらくこういうことをしていなかったと思うんですが、ちょっと前兆があるんですよ。こちらの画像をご覧ください。はい、おっと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 。実写の胸は出してないけど、アイコンをちょっとエロに寄せてって胸にフォーカスを当てた動画を上げたりっていう、その前兆予告入ってると思うんですよ僕は。はいはいはい、文字虹色ですよこれ。サムネ虹色。
激アツ。これ、吹けんで、吹けんですかね、これ。あ、これはあくまでだよ。じゃあ、身長を公開してるのと同じであると。サバちゃん、サバちゃん、味方して。はい。サバちゃん、味方して。え、ちょっと、上ちゃん、他、手札もしかしてこれだけ、これだけ。上ちゃん、だって10分喋るって言うつもり。無理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 。負けだって、裁判長、強いものの味方だからな。じゃあ、そういったコンプラに配慮した範囲内で活動していると。これ、何あの動画削除すればいいですかこれも。いやさ